Nicholas Pettis, Denmark versus Masayoshi Takaku, Japan. この牙城を何としても守りたい日本勢。しかし野山さん、はい、ここまで残っている選手もいるんですけれども、はい、外国人勢のこの頑張りというのは恐るべきものがありますね。そうですよね。ただこのはい、ニコラス・ペタスですか。ニコラス選手はですね、本部でもすでに3年前から稽古しておりまして、そうですね、その応援席を見ましてですね、本部の日本の生徒たちが多いんですよね。あ、なるほど。彼らはおそらくこのニコラス選手を、まあ、外国の選手というような、気持ちでは見てないんじゃないかなって気がしますよね。なるほど、はい、あの心ももうほとんど日本人に、そうなんですよね、近いというか、まさに日本人の心を持っておりまして、そうなんですね。このニコラス・ペタス、日本で修行を積んでまいりました。青い目の日本人と、これは顔面に入りました。顔面に右の正拳が入ってしまいました。さあ、しかし倒れません。このあたり日本の高久正義、気合を見せます。そしてすぐに続行、注意にもならず試合を止めるわけにはいかないというような気迫、日本の高久正義。ニコラス・ペタスにさあどう対するか。今もちょっと逆に今度は高久の政権が顎のあたりにかすめまして謝るシーンがありました。これは技ありです。下段回し蹴り、技ありということになりました。ニコラス・ペタス、そして上段の前蹴り、政権軸から右の回し蹴り、下段回し蹴り、そして左の回し蹴り、高久も応戦する。膝、高久の膝、上段への膝蹴り、いい試合だ。効いてますね、やっぱり。しかしちょっと足を引いてしまった。高く足へのダメージが残っている。さあ、高くとしてみればもう一発逆転しかありません。残り時間50秒を切りました。ベスト8進出するのは果たしてニコラス・ペタスか、それとも日本の高く正義か。政権中段突き、下段への蹴り、中段回し蹴り、高く横蹴り、ニコラス・ペタス、多彩な攻めを見せております。これ左の政権が、ちょっと顎に入ってしまいました。しかしこの辺りもニコラス・ペタスの方も潔い、注意のない場合にいたずらに時間を過ごすようなことはありません。潔い両者の戦い。上段への蹴り、これも見切っている、やはりちょっとダメージが残っています。高く正義、さあまたしても続行。時間の方が刻一刻となくなって今3分間終了です。さあ、ニコラス・ペタス、そして高久正義、判定ということになりましたが、技ありがペタスの方にあります。4本しっかりと赤い旗が上がりました。そして笑顔のニコラス・ペタス、デンマーク。日本勢またしても敗れました。高久正義ベスト8進出ならず、デンマークのニコラス・ペタスがベスト8進出です。